で行こうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット、作物ができてるね、はい、農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。インテリアは何もない。あ、ないわ。ラスカルスーか。ねえねえ、でもベスト馬体重は510キロのはず。そして今3月5週なんですよね。ドバイはもう間に合わない。大阪杯あたりかな。ちなみに何をレースに出てるかって言ったら、大阪杯まだ出てないんですよね。大阪杯出してもいいかもね。気合い十分だね。特別会話が出演している。おきのこじゃん。いい感じだね。はい、何です？大阪杯この週か。ねえねえ、いい感じだね。いい感じだね。はい、何です？距離が天皇賞って取ったっけ。まだだな。ねえねえ、お、いい状態に戻った。飲みに行くの？正解。聞き違いですね。仕事中ですね。はい。お、いいじゃないの。人参。いい仕上がりだね。超春天へ。ディープインパクトか、武豊乗るよね。後藤騎手へ。状態良くなった。いい感じだね。はい、何です？馬体重調整は文句なしです。516キロのはず。状態いい。今週はレースがあるよ。
気合い十分だね。お、嬉しい。はい、何です？うん、馬体重は調整バッチリです。行ってみましょう。春の天皇賞、うまくいけば次は高塚かな。お、一番人気。 1.2 倍、ダントツを一番人気。さ、問題は距離だが、ご答案上、そして相手はもちろんディープインパクト、こいつです。ほぼ一騎打ち体制ですね。ディープに勝てるかやってみましょう。春は天皇賞ですね。カーですね、東海トリック、リンカーン、ローゼンクロイツ、デルタブルースが出てますが、まあ、そんなに強くない。人が飛んで、京都の名物ですね。淀の坂越え、3200メートルにスピードとスタミナを競います。天皇賞、まもなくスタートです。天皇賞春 3200m、 内の馬は外へ、外の馬はスーッと内へと入ってまいります。果たして先頭に行くのは、押し出されるようにして東海トリックが先頭です。デルタブルースがかわしていきました。5番シルクテイバス、7番リンカーン、そしてその後ろからローデンクロイツ、それからもう一頭東海カムカム、そのうちからは1番ストラタゲム、外を通ってアイポッパー、成田センチュリーが並んでいっています。マッキーマックス、それから6番ディープインパクト、10番カタノバイアリーがこれを見るようにしていっています。もう一度前の方でありますが、4番東海トリックがわずかに先頭、外を通りましてデルタブルース、シルクテイマス、それから7番リンカーン、その後ろ3馬身くらいあってローデンクロイツ、内を通りまして8番東海カムカム、その外にアイポッパー、1番ストラタゲブが上がってまいりました。成田センチュリーが並んでいます。この辺りちょっと離れている2番マッキーマックス、6番ディープインパクト、カタノバニアリー、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。さあ前の方はどうなっているのか。先頭東海トリックわずかにリードしている、そしてその外に11番デルタブルース、それからシルクフェイマス、そして4番手に7番リンカーン、その後ろ3馬身くらいあってローデンクロイツ、第2コーナーから向こう流し、内から1頭8番東海カムカム、そして外からはアイポッパー、内を通ってスルスルとストラタジェムが上がっていきました。その外成田センチュリー、それから離されまして2番マッキーマックス、そしてその後ろから6番ディープインパクト、それから圧倒的な人気のカタノバニアリー、大注目です。前でありますが、前東海トリックがわずかにリードしています。もう1頭デルタブルース、そして3番手に5番シルクテイマス、7番リンカーン、そしてその後ろからローデンクロイツ、そのうちに東海カムカム、外から1頭1番ストラタゲム、その後ろでやりましょうか、成田センチュリー、ここでいったいったディープインパクトと竹、京都のスタンドは揺れています。カタノバイアリーは5番手ディープインパクトが抜け出した。さあ抜けました、カタノバイアリー先頭、カタノバイアリー、しかし差はそれほどでもない、先頭はカタノバイアリー、後続はもう子供は使いだ、カタノバイアリーこれはもう楽勝です。恐れ入ったカタノバイアリー、1着ロントバー強い、いやーこれはすごい、マシーならなかったですね、強かった、距離の壁を何のその、よく頑張った、キュシャレンが偉いぞ、1着当番、2着19番、3着6番、以上のように確定しました。おめでとう、ありがとうございます。
感じだね。特別な飴だるはメロン。体重はバッチリだね。はい、何です？クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。ねえねえ、はい、というわけで、天皇賞春、ヤーディーポを置き去る圧勝でした。強かった。やっぱり追い込み、特に追い込みはですね、先に仕掛けたものが負けるっていう法則はありますね。仕掛けを遅らせた方が勝てるってことですよね。早仕掛けするとまあ負けるっていう気はします。ということで、この調子で宝塚記念も買っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画、最後の20分の関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。